俺らだけシルバーだっていう、そうそうそう、白鵬騎だけ結構年食ってんぞ、声のトーンがちょっと違う、トーンが低いぞ、ちょっとザラついてんぞっていう話で、俺さ、津田君ってどういう人なんだろうと思ってたの。はい、嫌なやつだったらどうしようかなって思うじゃん。思いますね、分かんないですからね、だってね、そう、うん、あったら、うん、すげえいいやつだって思う。お、ありがとうございます。なんかね、ミキシさんも、ミキシンさんも結構ほら、僕らもね、あのイメージで、うん、なんか例えば雑誌とか、うん、ああいうののイメージで、うん、うわこの人サングラスかけて怖い人だっていうきっとこの人はなんかね尖った人だと思ったら、意外にこう、意外や、めっちゃ柔らかくて、一番最初、うん、きっとあれなんじゃない、尖り方っていうのもあるんじゃないのかな。まあ種類がね、いろいろありますからね、うん、いやでもそう言ってもらえると、津田君もちょっと気にしてたんだね。じゃあ、めっちゃ知ってましたよ、もちろん。本当、うん、もちろんですよ。で、はい、実際に仕事で一緒になってさ、うん、白鵬騎とかでも、そうですね、まずは白鵬騎でがっつりで、うん、急にがっつりですね。急にだったね。アニメもありましたしね、イベントも山ほどやらせていただいたし、うん、ゲームやってすぐアニメになったじゃん。そうですね、早かったと思いますね、うん、で、そのまますぐ劇場でしょ。そうですね結構駆け抜けた感は、新選組のスピードのようにしんどいし、なんでしょうね、あれ言うても、はい、例えばその夜公演だけだったら、言っても2時間、そうね、1日のうちの2時間しか板の上にいないじゃないですか、うん、でももうぐったりですもんね。そうね、はい、しんどいよね。しんどい。もうこの間、うん、名取さんと二人芝居です。はい、二人はきつい。1時間50分ぐらい。どうだったんですか。大変だったよ、やっぱり。そりゃ大変だ。で、会話劇だから、はい、普通にこう、うん、なんか普通のマンションの一室で、はい、不倫をしてる、うん、男女が、はい、ずっとひたすら会話だけをしていくっていう作品だったから、それはちょっとね、しんどい。で、お客さんの目線から切れるってところが僕一個もないのねそうなんだ。そうで、トラムで板付きで、俺の板付き、トラムか、低いな、安定板付きで、はい、俺に刺す明かりがいたりとかしたら、マイクどうやって前立ってたっけみたいなあ、でも多分ね、はい、セリフが口につかないんじゃないかと思う。あ、なるほど、うん、工場だ。工場燃える人？ちょっと燃えますね。わかるわ。はい、ミキさんも。あたしもね。工場燃えってありますもんね。そう、燃えるんだよ。これ川崎かな？どこだこれ？どこじゃろうかね。見えなくなっちゃった。あ、これはすげえ、すげえ、こんなに。すごいね。すごいこれ。ちょっと撮って。撮ってます、撮ってます。撮ってるけどちょっとね、ブレます。優しい橋ですか？すごいね。すごいこれ。すっげー綺麗。煙も僕も下ってますよ、これ。すっげー、ずーっと続いてるのか、これ。うわー、すげー、頂点じゃん。